温度密報サービスはエスクーボが提供する3つのクラウドサービスの一つ、プロメンテツールの機能です。さまざまな設備、資産、エネルギー情報をクラウドサーバーに保存し、集計や管理の効率化をサポートします。温度日報サービスを導入いただくことで、食の安全安心と店舗の省力化を可能にします。1日の温度データを1分ごとに自動収集して保存するため、日報として出力したり、ハサップ管理に活用できます。また、手作業で行っていた温度チェック作業を自動化することで、省力化に貢献します。データの取り出しが簡単なので、保健所からの書類提出要請にもすぐに対応できます。特に食の安全安心の見える化はハサップ管理に大きく貢献します。ハサップの7原則12手順のうち7番目の手順である CCP、 いわゆる必須管理点のモニタリングを行うことで、万が一事故が起こった場合の原因究明を容易にします。また再発防止の策定や行政査察時のエビデンスとして活用できます。温度日報サービスの機能を紹介する前に、まずはエスクーボの仕組みを説明します。エスクーボはウェブアプリケーションを利用しているため、特別なアプリケーションをインストールする必要はありません。お客様ごとに ID とパスワードを発行しますので、インターネットに接続されたパソコン、タブレット、スマートフォンの画面からログインしていただくとすぐに使用できます。パナソニックのサービスは情報セキュリティマネージメントシステム ISO27001 およびクラウドサービスセキュリティ管理策 ISO27017 を取得していますので、安心してご利用いただけます。それでは温度日報サービスの仕組みについて説明します。こちらはパナソニックの冷接機器が導入されている店舗のシステム構成例です。マスターコントローラーに接続されたショーケース、プレハブ冷凍冷蔵庫、業務用冷凍冷蔵庫が対象となります。コントローラーに接続されていない冷凍機内蔵型ショーケースも無線を利用することで温度収集が可能になります。また温湿度センサーを導入すると、店内の温度や湿度も監視できるようになり、店内環境の改善などに役立てられます。パナソニック機器を使用されていない店舗でも、マスターコントローラーを設置することで温度収集が可能になります。システム構成例のように、温度モニターをショーケース、プレハブ冷凍冷蔵庫、業務用冷凍冷蔵庫に有線で接続します。冷凍機内蔵型ショーケースや有線に接続できない機器については、無線ユニットを利用することで対応が可能です。また温湿度センサーを導入すると、店内の温度と湿度を監視できます。温度日報サービスは、温度日報、グラフ表示、レイアウト監視の3つの機能があります。一つずつ詳しく説明していきます。まずは温度日報です。日報は1日ごと、または最大31日間まで一括出力や保存ができます。温度は1時間おき、または1日の検温回数に合わせた設定が可能。記録データはクラウドサーバーに1年間保存されます。庫内温度が管理温度帯を外れた場合、高温時は赤、低温時は青の色がつきます。霜取り時には温度表示の下にアンダーラインが表示されます。次にグラフ表示について説明します。ショーケースなどに割り当てられた各チャンネルの詳しい温度状況を1分ごとにグラフで確認できます。これにより高温、低温などの異常が発生した場合、いつどこで問題が起こったかを容易に特定できます。
またメンテナンス会社と情報共有することで迅速な問題解決が期待できます。最後にレイアウト監視について説明します。店舗レイアウトの画面上にショーケースの温度がリアルタイムで表示されるので、一目で聴感的に確認できます。温度データは1分ごとに更新されるので、表示は常に最新の状態です。温度異常などでマスターコントローラーが発報したときは、該当機器が赤く表示され警報音が鳴ります。この他にも温度日報サービスは多くの付加価値を生み出します。一つ目は電気料金の削減です。庫内温度の推移を確認する中で、設定温度より温度帯が下回っていたり、または低い温度で推移していたときは、冷却温度を上げるよう再設定することで冷却負荷を和らげ、電気料金の削減につなげます。2つ目はショーケース、プレハブ冷蔵庫、冷凍庫などの庫内温度を収集し一元管理できることです。3つ目は店内環境を見える化できることです。外付けの温湿度計を店内に設置することで温度と湿度が一目で確認できます。これによりお客様が快適に買い物を楽しめる環境づくりや、コールドアイルの解消、カビの発生対策などに役立てられます。こちらが温度日報サービスのメリットをまとめたものです。月額利用料金は1店舗あたり数千円と安価です。すでにパナソニックのマスターコントローラーを導入いただいているお客様は、初期の導入費用を抑えることができます。食の安全安心と店舗の省力化にお役立ちできる温度日報サービスの導入をぜひご検討ください。パナソニック。